さん、こんにちは。東京モーターショー2017スバルブースへようこそ。スバルスターズの斉藤です。井上です。須山です。はい、私たちで簡単にこのブースを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまず目の前にありますこちらです。こちらビジブパフォーマンスコンセプトということです。今ちょっと回転して回転しますね。かっこいいですね。セダンタイプなんですね、今年は。すごくスポーティーですね。フェンダーもなんか張り出してる感じがしてとってもかっこいいです。塊感があります ね。近くからでいいですか。もう報道陣の方がたくさん詰めかけていてすごいですね。開いてますね。フロントがちょうどやってきました。S208 です。ちょっと一周しましょうか。はい、限定車ですね。はい、 S208。 はい、2年前に207が出ましたけど、今年はもうすぐに8が出ましたね。そうですね。かっこいい、このリアスポイラー、色が鮮やかですしね。329馬力ですよ、こちら。ノーマルより21馬力も大きいってことですね。ドリルドリスクローターですね。はい、ちょっと今一周してみました。じゃあちょっとどんどん行きましょうか。続いてこちら、スバル BRZ SPI スポーツ。こちらも乾さん大好き。クールグレーカーキーエディションですね、こちら。あ、限定の。あ、限定ですね。そうですね、100台限定。100台、はい、早いもの勝ちなんですかね、これは。いや、もうすぐ売り切れちゃいそうです ね。こちらもちょっと一周したいと思います。すごい、アルミが18インチですよ。18インチのブレンボも入ってますね。赤いブレーキがすごく入ってますよね。かっこいいですね。レボーグ、はい、こちらも一周したいと思います。レボーグといえばツーリングアシストです。はい、そうですね。今回、はい、この新しいレボーグに初めて搭載された新しいアイサイトですよね、はい、そうですね。すごく便利なんですよ、うん、ちょっと特徴を教えてください。先行車と車線を両方見てるんですよね。制御がすごく正確になったみたいです。素晴らしい、人の感覚に近い制御なんですよ、うん、やっぱそれで制御すると燃費とかもいいんですかね。そうですね、燃費も上がりますね。はい、次はさて鮮やかな黄色が、はい、こちらがインプレッサフューチャースポーツコンセプトです。ちょっとなんかスポーツ車なんですけれど、近未来的な、そうですね、感じですね。こっちでもでもかっこいいですよね、うん、かっこいいですね、うん、いや、おしゃれですね。あ、マフラーがセンター出しだ。センター出しですね。あえてセンター出しにしているところがなんかカジュアルでいいですね。いいですね、おしゃれ、はい、いや、たくさん報道陣の方もいらっしゃってますね。はい、さあ最後こちらですね。取材をちょっと取材してますね。後ろ回って大丈夫。ちょっと上がりました。見てください。もう上にテントが何ですか。テントが乗ってます。はい。すごいですね。ちょっとかなりアウトドアを押してる車ですよね。タイヤもすごい。タイヤもすごいごついですね。足回りが。しますね。こちらが4台限定の、i8 の限定車になります。お色がフローズンイエローという艶消しのイエローになります。
撮影してます。i8 の。愛らしいブルーのエンブレムはそのまま存在しているので、すごく華やかな印象になります。大丈夫です。あ、いいですか。すいません。開けてくださいました。このようにドアが開きまして、スティッチもイエローが入ります。ありがとうございます。こちらは愛らしいこのエンブレムがついておりまして、フローズンイエローの限定車についております。こちらのバッジがついていたり、アイドルライブのコントローラーに i8 とこちらに記載されているのも限定車ですね。内装は非常にシンプルにできています。出ます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一度開けていただいてもいいですか。こちらが i8 特徴でありますカーボンファイバーですね。ここにもフローズンイエローの文字が記載されています。ありがとうございます。はい、こちらは愛のブースになります。こちらが i8 BMW i のブース、こちら i3 になります。こちらは i パフォーマンス、プラグインハイブリッドの車が展示してあります。右手が 530E、 左手が 740E です。こちらは GKL モデルですね。6シリーズのグランツーリスモとコンセプトカー8シリーズ、コンセプトカーの Z4 です。こちらニューモデルの M5 が展示しております。裏手に行きますと M のブースに入ります。インディビジュアルの7と M2 と M4CS、X6M、こちらから SAV X モデルのブースでございます。ニュー X3 です。とバイクのコーナー。に戻ってまいりました。以上 BMW のブースになります。皆様こんにちは。こちらがボルボトラックのフラッグシップモデル FH です。我々 UD トラックス株式会社はボルボグループの一員となっておりまして、このようにボルボブランドのトラックも日本で販売しています。
続きましてこちらがボルボグループのエリアになっています。ボルボグループは現在特に自動運転、電動化、あとはコネクティビティという観点で大事なイノベーションとして注力しておりまして、そちらの紹介をしています。続きまして、こちらが今日発表予定のクオンのトラクターモデルになります。新型クオンは今年の4月に、UD トラックスとして新型の発表をして、今回トラクターモデルが発表になります。こちらがですね、ちょっと今回はゲームコーナーという形で燃費とあと運転に関するスマートフォンのゲームを準備しています。こちらご覧いただきたいんですが、これがクオンの今回準備しているデザインのモックアップモデルです。こちらですね、実はドライバーのシチュエーションに合わせて今回3タイプの違ったデザインのインテリアを準備しています。こちらクオンのダンプトラックです。弊社のクオンはエスコットというオートマチックトランスミッション、非常に評判をよく使っていただきまして、ダンプみたいなですね、マクロでも適切に使えるような今回設定になっています。こちらにはクオンのキャブのデザインを用意しています。こちらでは AR ヘッドセットを装着いただくことによって、ドライバーに優しいクオンのインテリアの特徴をご紹介させていただいております。最後になりますが、こちらがクオンのカーゴモデルです。今回ですね、東京モーターショーのスペシャルデザインとして、こちらクロームのグリルですとかライト周りのガーニッシュ、こういったですね専用のパーツをつけて今回展示させていただいています。こんにちは、日野自動車ブースへようこそ。まずご紹介するのはこちらになります。こちら日野プロフィア大型トラックのグッドデザインアワード2017に選ばれました日野プロフィアです。こんにちは。こんにちは。中はこっちですね。ここがまずメーターですね。メーター、こちらがメーターです。あとは、広い。メーターが、はい、液晶のメーターとなっております。で、あとシフト、パーキング、はい、この辺が今回になりますし、このシフトですね、はい、からパーキングですね、はい、で、あとは内装ですね、はい、あとシートですね、やっぱシートですね、シートです、はい、こんな感じ、はい、ありがとうございます。東京モーターショー2017ホンダブースへようこそ。少しですがホンダブースの中を体験してみたいと思います。そうそう、一番自信してた。
らが三菱自動車ブースでございます。こちらがインフォメーションになります。早速こちら紹介していきたいと思います。こちらがですねアウトランダーの PHEV でございます。真っ白です。本日限定のデザインを持っております。そして本日世界に初披露となりましたエボリューションコセットの車でございます。このような形になっております。こちらは一般公開が10月の28日からになりますので、ぜひ三菱ブースにいらしてくださいませ。お待ちしております。こちら東京モーターショー鈴木ブースです。これからブースをご案内させていただきたいと思います。まずこちらが新型のクロスビー、今回東京モーターショーで初めてのお披露目となります。こちらがクロスビーです。そしてこちらがエスクードですね。で今回東京モーターショーたくさん車展示しております。そしてこちらが大人気のハスラーです。この黄色いハスラーもすごく人気があります。そしてこちらがバレーノです。そしてこちらスペーシアカスタム、こちらコンセプトカーになります。こちらも新型のスペーシア、こちらコンセプトカーです。そして今回はワゴン R の昇降シート車、こちらを展示しております。そしてこちらがスイフトスポーツです。今回は、ブルーのスイフトスポーツと、こちらには黄色のスイフトスポーツ、展示しております。今週末一般公開になりますので、ぜひ、鈴木ブース東7ホールでございます。ぜひお越しください。お待ちしております。日産 NV350 キャラバンの、コンセプトカー、パラメディックコンセプトカーのご説明をします。まず、イルミネーションを、前面にライトに設定しました。基準車に設定していますイルミネーションを設定しています。で、乗用車ライクな見栄えとなっています。で、大きく、ポイントのところを3つご紹介したいと思います。まずは右側のスライドドア、ここのオープンの部分です。ここは、今までの現行の救急車はいろんなところに色材が、ありました。で、それを今回右側にドアを設定することによって一箇所に集中しています。例えばここにレスキューセット、またこちらに酸素ボンベで、ここには車両のバッテリーが設定されています。でここには大物の色色材
が格納されるようになっています。すぐに持ち出せるようにここに格納しています。では後ろに回ります。後ろは、まず後ろから見たときに広い高い空間、また幅にも広い室内、これを、確保しています。これは救命救急士、救命隊員の方が、作業される際に、広い空間を確保するためです。基本的には傷病者の方が、寝てられる横に、頭の方には頭に使う資機材、胴体周りには胴体に使う資機材が確保される、設置されています。で、こちらにはサイドシート、付き添い人の方が座る席になっております。で、収納棚の下にはですね、スクープボードとかバックボードと呼ばれる、輸送に関の際に体を固定するような資機材が搭載されています。では反対側に回っています。車両左側の映像になります。まずですね、ここメディカルシートになります。ここメディカルシートがに座るのが救命救急士の方になります。で、傷病者の方を看護されますので処置されますので、この空間を確保しています。また、防振ベッド、この空間でサイドシート、ここの間も400ミリ確保しています。で、先進のですね、今、まだ日本には採用されておりませんが、イントラックシステムというシステムを使って、新たな、試みとして医師と、連携するために、状況がライブ中継されるようにしています。また後ろにも、バックを設定しておりまして、行くまでにその準備を行って、で実際駆けつける際にはそのことバッグごと持ち出していただくということができます。で、あとは、冷却性能、暖房性能も、向上させています。広い空間なもんでですから、ここにサーキュレーターを設定しまして、室内の、空気を循環できるようにしています。で、その他にはですね、高電気負荷の電力が高い資機材をたくさん載っけています。この中にこれを賄うために、小型の高性能リチウムイオンバッテリーを搭載しています。なので、この、車両の、資機材は先ほどのバッテリーとこのリチウムイオンバッテリーで、賄っている状態になります。以上がご説明になります。ぜひ、モーターショーにお越しください。よろしくお願いします。